はい、こんにちは、こんばんは、鶴香です。今日は、剣王軍制圧戦。はい、こんにちは、こんばんは、鶴香です。今日は剣王軍制圧戦をやっていきたいと思います。ということで、今回はね、龍河とラオウが出てくるので、そちらをね、合わせていきたいと思います。まずレベル3の制圧していきますね。拠点を制圧する、50コンボ以上でボーナス条件が50コンボ以上で制圧できます。ということで、なんか今度はえらいマッチョな敵に、なんていうの、今度はターバンかな、ターバンをまとったような敵になりましたね。なんというか、なんか独特の雰囲気の敵ですね。なんか守備隊長は相変わらずっぽいですね。お前はもう死んでいる。で、次あのレベル3へ行きたいと思います。弱いやつほどよくしゃう。わ、どうしたかかってこいで。あ、でもちょっと剣王ってやつになったらちょっとちょっと難しくなったな。あ、初めて体力ゲージが、体力ゲージが初めて黄色になったような気がしますね。はい、水圧。なんかちょっとここら辺でなんか回復しないとちょっときついですね。でもレベル5の拠点でちょっとなんかね、回復アイテムがあればありがたいところなんですけど、もうなんか宝箱早く入ってもらうとありがたいんですけど、あ、巻物か。なんかね、挑発しすぎなんですかね、余裕をかましすぎですかね。おい、ラッキー、やっと回復してます。おし、なんとか回復した。今日生きるしかない。ちょっとこの辺からなってきたかな。でもレベル4を制圧していきたいと思います。今度は50コンボできちゃう。なんかモヒカンハゲじゃなくて今回はあれですね、ほとんどモヒカンとターバンが多いですかね。あとなんか変なデッカ面みたいな敵がいますね。
はい。死んでいる。で、あと1個制圧すればボスです。あとレベル2をね、制圧していきたいと思います。はい、ここの体力、緑。はい、相手を見て喧嘩を売るべきだ。どうする？かかってなんかね、蒸発してるとね、敵からバシバシ攻撃食らってて、それで結構ダメージで減っちゃうんですよ、体力が。どうして終わるか。はい、でここで待ってれば多分開くと思います。はい、龍が続く。龍が刀剣士郎なので、はい、北斗挑戦で龍がを倒したいと思います。龍が狼、狼、狼のなんと、なんと剣。お前は俺の敵ではない。我が星は天狼星。どうなる？どうする？推進。狼の星かな？あ、やばい。あともうちょっとかな。はい、龍があっさり。で、はい、次。いずれ会う。次はとうとうね、ラオウと戦うことになりますね。お、ラオウ初めてだぞ。お前はもう死んでいる。で、今こそ死すべき暴走。おっと、真の強者となってみせよう。お、真面目に戦わんと。危ない危ない、あんな赤オーラ出してくるなんて。ラオウ、おっと、ちゃんと回復しとかないとね。おっと、後ろから疲れた。お前はもう死んでいる。だがあっさりラオウが倒れるわけない。あ、なんかラオウ強え。おっと、危ない。あ、なんかやべえ、一ポイント減らされた。痛えな、体力が。だってあの、あ、やばい、捕まれた、捕まれた、捕まれた。痛い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 。なんか回復してる。ラオウ粘ったな、本当に今回。また帰ってくるんかい。